級チーズのお菓子専門店がオープンし、すでに行列ができています。開店直後から大行列となったこちらの人気店、厳選されたチーズを使ったお菓子の専門店です。例えばクリームチーズとエダムチーズ、そして北海道産のマスカルポーネチーズを使ったふわふわのチーズケーキに、ゴーダチーズを練り込んだ生地、さらに中にはチーズが練り込まれたチョコレートも。ではいただきます。外側はサクサク、中側はチーズが入ったチョコレートがとろけます。なぜ菓子店がチーズに着目したのかというと、2年以上かけてお菓子の材料などを探し歩いた担当者が北海道のチーズに魅力を感じ出店を決意。もともとは1月に出店の予定でしたが、まん延防止措置の影響で3ヶ月遅れで待望のオープンとなりました。チーズのですね、最上質な場所はどこであるかというところをいろいろみんなで話し合った結果ですね、北海道のチーズ、それはもとより大自然がもたらす恵みがですね、日本はもとより世界を代表するようなクオリティであるということを私は分かりましたので、北海道初のチーズ菓子のブランドを世界に向けて発信したいというふうに思っています。オンライン販売もせず、ここでしか手に入れることができないというチーズのお菓子、並んだ人たちからは喜びの声が聞かれました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。アプリでずっと見てて気になってて、ちょっと今日発売日だったので、見に来て購入しました。ちょっと家族にお土産をと思って、ちょっと大丸さん覗いてたら行列が見えたので、酪農王国っていうイメージで、美味しいんだろうなと。北海道から始まる新しいお菓子のブランド。今日は午後3時に売り切れたという人気ぶりで、菓子店では今後世界に向けて売り出したいと意欲を見せていました。